双子玉川駅ホームから鉄橋場を望む。中央の車両は、引上げ線に停車中の大井町線車両。東急田園都市線西新地駅ホームから見る、双子橋と双子橋両を、このように並行している。双子橋と並行する東急田園都市線、双子橋両双子橋両は、玉川下流及びその支流の野川にかかる、東急電鉄の鉄道橋である。 東急電園都市線の二子玉川駅にし、新地駅間に位置し、東京都世田谷区玉川一丁目千崎と神奈川県、川崎市高津区瀬千崎の間を結んでいる。双子橋川の桁には、電園都市線双子橋梁の表記があり、ボルトが落下した、際の東急電鉄プレスリリースにも、双子橋梁と記載されている。1966年に電園都市線が、 平用軌道だった双子橋から専用の鉄道橋に移されるのに伴い建設された。二子玉川駅のホームの約半分は鉄橋の上にある。また、同駅には大井町線も発着しているが、改良工事と配線の変更に伴い、1999年より、この橋の上に同線の引き上げ線が2線設置され、2009年7月10日まで、 同線の二子玉川駅発着列車は、橋の中央で停車して、折り返し作業を行っていた。建設時は、複線橋梁であったが、田園都市線の複々線化工事に伴って、大井町線の引上げ線をそのまま、溝の口駅方面へ延伸する形で複々線の橋梁となった。もともと複々線に終る構造だったのか、橋梁自体の掛け替えは行われずに複々線化された。 すでに1999年から大井町線折り返し線のある部分は実質的に複々線であり、残部も2009年7月11日に複々線として開業した。なお、この橋の下で玉川と野川が合流する。二子玉川溝の口間は路面電車であった玉川線の支線として開業したため、当初は並行する双子橋上を通っていた。これは、 二子玉川園西新地前館で道路に乗り入れて、双子橋を走行することで玉川を渡過するという、鉄道道路併用橋の形態をとっていたものである。これは、溝の口線が大井町線に編入され、道区間が1945年に一般的な鉄道車両が走行するようになった後も同じであった。しかし、自動車交通量が増加して、電車の運行が、 交通渋滞の原因となった上、橋の活荷重の問題から道路上は単線であり、列車の増発にも問題となったことから、田園都市線が長津田駅まで延伸するのを機に線路を専用の橋梁に移すことになった。そこで建設されたのが元橋である。ありがとうございます。